ジャッキー・マクナマラは、スコットランド、グラスゴー出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは DEF であるが、SH など、MF も務める。1991年、ダンファー・ムリンにウィングバックとして入団する。ダンファー・ムリンでの活躍が認められ、1995年に、セルティックに移籍。移籍当初から活躍し、 1995から96シーズンのスプフが選出する最優秀若手選手に選ばれ、スコットランド代表にも選ばれる。1997から98シーズンには、クラブの9年ぶりのスコティッシュプレミアリーグ制覇に貢献するとともに、ライバルであるレンジャーズの10連覇を阻止し、スプフ最優秀選手に選ばれるなどセルティックを代表する選手となる。 2000年から監督に就任したマーティン・オニールの下で、クラブの黄金期を経験し、3度のリーグ制覇や2002から03シーズンの UEFA カップ、準優勝などに貢献した。また、2004から05には、キャプテンとしても活躍し、2004年には、スプアが選出する、最優秀選手にも選ばれた。2004から05シーズン後に、イングランドのウルバー・ハンプトンに移籍。 その後、2007年に、アバディーン、2008年に、フォルカークに移籍した。スコットランド代表としては33試合に出場し、1998年の、ワールドカップフランス大会にも出場している。バリー・ファーガソンの代わりにキャプテンを務めることもあった。ありがとうございます。